ス楽団の飲んでない、飲んでるでしょ、アルピス楽団の登場の時間となりました。まず最初に何度も重ねて言いますが、皆さん貴重品の管理だけはしっかりとお願いします。貴重品しっかり管理できてるよという方、はーい、はーい、皆さんいいですね、ありがとうございます。さあ、そして今から乾杯のちょっとまた復習をしたいと思うんですけれども、ドイツでの乾杯は皆さんグラスの底で乾杯ですよね。いいですか、今から前にスタッフがいますのでちょっと見てください。ドイツ語の乾杯はプローストですので、こういう風にします。いきますよ、プローストいいですか、そこで、そうそう、皆さんさすがいいですね、そこで乾杯をしてください。上で乾杯をしたらグラスが割れることがありますので、皆さんそこでお願いします。スタッフの皆さんありがとうございました。さあ、そしてアルピス楽団が登場しましたら乾杯の歌も流れます。今から黄色い紙を配りますので、一緒に歌いたいという方はどうぞ受け取ってくださいね。ビール飲んでるから。